パラノマサイト続きやるか。はい、やるか。やりましょう。陽子ちゃんいなくなっちゃったけど。陽子ちゃんがいなくなって誰を倒したか俺名前忘れちゃった。なんか使い魔みたいに言ってた。そう、俺が使い魔って思ってた。忘れましたね。あの秘書、秘書やんな。そうそうそう、社長秘書、あの山森夏江さんの社長秘書、それは覚えてる。そっち覚えてね。うん。そうなんで、まあ陽子ちゃんをね生き返らせるために頑張ろうな、おきいえくんってことで。はい、やりましょう。おきいえ頑張ります。かっこいい。おお、この画面だね。考えるからでいいのか。うん。夜明けまでに借主の魂を集める。必ず陽子さんを救う。まずは本所七不思議に関連する場所に行ってみよう。っていうので一番近いなんか3つぐらいの候補を絞ったんよな、うん、そうそうそう。持ち物とかは、あ、ジュソ玉ね、うん、今ジュソ玉だけど、うん、場所移動、だから場所移動でいいのか。うんうん。あ、ズッキーだ。でどこから行くかっていう話で、うん、多分この3つやったらどこでも行っていいのかな、だと思う。まあ一番近いのここだからここでいいかな。うん、あー、なんて読むんだかわかんない。なんとか橋付近、種目橋付近。今夜やもんな。うん。送り表紙儀の事象かながあったという、時がねがあったという種目橋付近をしばらく歩き回ってみたが、うんうん、この辺では特に気になる人物や現象は見つからなかった。あら、強いて言うならさっきそこで誰かが拾ったであろう100円ライターを拾ったくらいだ。捨てたであろうな。うんうん。なんで拾ったやつ拾えんの。いや、こんなさ、うん、絶対重要になるじゃん。こんなどうでも良さそうなやつ。重要なんじゃない。誰かが捨てたであろう100円ライター。ね、うん。呪い相手に火が効くのかはわからないが、何かの役に立つかもしれない。ああ、鬼人対抗して。鬼人対決。絶対負けるわ。100円ライター。100円ライター。ああ、なるほどね。まあ、気を引く有効な手段になるのかな。うんうん、考える。もちろん道には100円ライターだけじゃなくタバコの吸い殻もたくさん投げ捨ててあった。これらは確かに火の用心を告げるため標識が現れてもおかしくないのかもしれない。はあ、うんうんうん、この辺は火事が やっぱ多かったのかな、昔からね。多かったのかな、昔から。移動していいのか、とりあえず。そうね、こっちには戻れないんだ。戻らんと思う。うん。まあ、救急車も来てそうやしな。あ、そうだったわ。そうだよね。朝までにね、なんとかしなきゃいけないから。そうよな。うん。南割下水、下水通り。行こう。南割下水通り。暗いな、夜中ってこともあって。いやー、嫌だ。ここ、南割下水通り沿いには、足洗い屋敷や消えずの安頓などいくつかの不思議がある。足、でっかい足ね、怖かった。そう、足洗えってやつ、うん、大きな通りだがさすがにこの時間だと人通りもなく静まり返っていたか、なんだか妙に暗い気がする。確かにさっきよりなんか視界悪いよね。悪いな。これはまさか、あ、安頓関係かな。安頓、あ、でもまあ持ち物でほら100円ライターあるから、100円ライターでぼって、あ、無理か。周辺を調べる感じか。あ、見れたのね、周囲。あ、BGM。深夜とはいえ、この辺りだけ、やっぱり妙に暗い気がする。行かないでよ、BGM さん。しかも、この感じは、さっきも。走り主、いるかもしれんね。おるな。これ、アンドンか？アンドンっぽい。はぁ！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 あそこだ。何かいる。あれは呪霊、七不思議の呪いの姿。ちょっと待って。はい、いる、いるぞ。この辺りに走り主が。はあ、急に呪われることはあるか、どうかな。どうや、周囲はもう一旦調べてるから、うん、
もう一回調べる。怪しいあれを調べるしかないんかな。うん。この樹影が暗闇を発している。あ、逆にすぐに何かしてくるような様子はない。誘ってるのか、どうする。おお。一旦様子見て考えるとか、うん、やってみるか。そうしよう。いや、不用意に近づくのはやめておこう。うん、だしちょっと先にセーブ。死ぬ可能性も全然あるからな。これあの、あ、知らん人。これネタバレ食らったんだった。この人が出てくるのかな。出会うであろう。いや、この人かな。うん、消えずのアンドンの走り主かもしれん。一回考える。考えよう。さて、どうする。このままじっとしていることで、相手の呪いの条件を踏む可能性がある。今ならまだここから立ち去ることもできそうだが。あー、移動するか。あー、一回場所変えて、うんうん、他調べて、うん、何もなかったらもうここに行くしかないぐらいで、うんうんうん、いいんかもな。ここが本命ってことね。うんうん。じゃあ宝音寺橋行こう。なるほど、無理に近づかんっていうあれもあるか、うんうん、あ、あー、おる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 。どうも、シルクハットさん。送り提灯ゆかりの場所と言われている宝音寺橋に来た。人がおるな、男。まあ、いろいろ男以外調べていいかな。宝音寺橋は両端は石造りで、橋の中央は鉄製という珍しい形状をしている。へえ。この下を流れる大横橋、大横川は江戸時代に掘られた運河らしい。めっちゃ主張強いんだけどこの男。いかにも話しかけてくれっていうね、オーラを感じる。まあ対岸。あれ、これ別に動かせるわけじゃなさそう。対岸。うん、周囲もあったな。うん。向かいの川岸は工場地帯になっているようだ。ほうほう。さらにこの奥に行けば橋の名前の由来にもなった宝音寺がある。で、周囲。周囲。深夜2時を過ぎるとさすがに周囲の人通りはほとんどない。いわゆる草木も眠る牛蜜時というやつだな。牛蜜時に。何してんの。誰。これ見よがしに橋の上に誰かが立っているな。話しかけてもええんやでっていう背中。話しかけてみるか。うん。どうも。様子見てもしかしな。おっと、それには及ばない。どうせ僕が話しかけるからね。僕なんだ。僕なんだ。セクシー僕らある。ああ、いいね。はあ、びっくりした。おっと、なるほど。そういうことか。どういうことやね。びっくりして私今ディスコード閉じちゃった。ああ、よいしょ。これは驚いたね。何に驚いているんだい。なんだ。後ろにおときでもいるのかい。誰だい君は。おきいえ翔吾です。それはお互い知らんやろ。人違いだったなら素直にそう言えって。うん、ほんまに人違いな感じはするけど。え、っていうか何の話してた今。君は誰だいみたいな感じで言ってて、うん、そうは及ばないぜ、なぜなら僕が話しかけるからねみたいな、こっちの気配は感じてたって感じがするよな。はい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 。もう全部飛んでったんだよね、叫んだせいで。とりあえず話そうよ。うん、ちょっと先に。ずいぶんハイカラな格好をした男だ。都心ではたまに見かけるが、下町だと浮いてるな。うん、だしちょっと時代遅れな。あ、違うか。ちょっと昔なんだっけか、時代背景的には、うん。考えるしていい。あ、話すがあるのか。そうか。話すあるけど、まあどうする？話すか。話しかけよう。うん。よし、君から名乗っていいぞ。ここで何をしている？あんたはここで。よし、見ず知らずの相手に軽々しく名乗らなかったのは正解だ。ああ、よかった。そうやな。さすがにね。怪しすぎるし。でも、うん、名乗ろうとしてたやろ。大きいでしょ、ばです。その名前を知られたら殺されるとかもあるかもしれないから。ああ、確かに。条件踏んじゃうかもな。怖いね。ああ。暴力や権力が支配する世の中はもう終わった。これから情報を制した者が制する世界となろう。めっちゃ横顔美しいじゃんね。美しい。
覚えておくといい。あんたが名乗れって言ったんじゃないか。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、そういった個人情報には君が思う以上に価値がある。うん、大切にしたまえ。おー、なんか優しい。あれだね、ネットリテラシーをちゃんと分かってる男って感じ。理解してる男。先を生きる男ってわけね。うん、なるほど。口が硬そうだな。うわ。そして僕の名前は甲斐ヒリタ、甲斐リヒタ探偵だ。名乗るやん。お前名乗ってるじゃないか。名乗ってるやんけ。大切にしろって言ったばっかりだろう。はあ。それはいいんかい。ねえ。おい、自分で言ったことを忘れてないか。ん？探偵？探偵か。探偵なのに随分目立つ格好してるんだな。うん。そう、秘密を扱うのが生業だ。甲斐リヒタ。甲斐リヒタ。うんうん。よってこれ以上の情報を僕から渡すことはないと思ってくれ。それを理解してもらうために伝えた。ああ、まあ、信用のために、ね、うんうん、自分の情報をあえて教えたってことか。せめて名前だけでもみたいな。うんうん、はあ。私立探偵甲斐リヒタ、かっこいい。下まつげいいね。いい下まつげしてる。下まつげ好きなんですよ。だしほくろがいいよね、このね。いいところにほくろあるよな。うん。人物リスト見とくか。一応見とこう。うん、あ、まあ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 。沖江翔が宝恩寺橋で遭遇した一風変わった男、帰りした。うんうん、あ、弓代かな。あ、そうだそうだ。弓代匠。覚えててほしかった。ごめんね。悲しい。悲しい。結局でも呪詠とか分からずやったもんな。てか多分そう、持ってないのかな。そうそう、かしり主じゃなかったんだなっていう、うんうん、ほら 1% しかもらえなかったからさ。うん、うん、ほら山森夏恵だ。山森夏恵、山森夏恵は呪詠持ってんじゃない。持ってるやろうな、これはね。えなんかそんな感じするよね。よいしょ。ああ、まだ話せそうだけど。話していいのかな。うん、探偵がここで何をしていた。もちろん仕事だよ。それ以上は言えない。何の依頼でしょうね。そういう君は何しにここへ。なぜここで立ち止まった。ここが目的地だったようだが。鋭いね。鋭いな。怪しい男がいたから人を探していた。言う必要はない。あ、まあ人を探してた、でも間違いではない。怪しい男がおったからっていうのも間違いではない。ただその人を探していたは結局ね、かしり主っていう存在を探してるだけで、どういう人物を探してるんだいって聞かれた時に受け答えが難しいから。うん、まあ怪しい男がおったから。うん、おめえがいたから立ち止まったんだよ。そりゃ怪しい男があんたがいたからだ。なるほど。では質問変えよう。怪しいと思った男にわざわざ声をかけようと思った理由は何だ。ギク何聞いても見透かされてる感じはするよな。うん、ああ。実は今人を探しているんだ。これもこれでな。その情報が欲しかったからあんたに尋ねてみようと思って。なるほど。そういうことなら僕も手助けできるかもしれないね。手助け？さて、君が探しているのはどんな人物なんだい？ほら、困ったな。呪いを持ってる人間だって。あ、送り提灯だ。はいはい、人じゃないくない？うん。まあでも送り提灯の、うん、かしり主を探してる。呪詛の力を持ってる、そう、かしり主を探してるから。うん。あながち間違いではない。まあ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 。じゃあ、送り提灯探してんのよ。ああ、人物というか、実は送り提灯を探していて。送り提灯？そうか。本庄七不思議だね。お、知ってらっしゃるんですね、リヒタさん。ああ、実は、知り合いの女の子がそういう話が大好きでね。牛蜜時にここに送り提灯が出るからってそそのかされたんで試しに来てみたんだ。まあ、間違いではない。ああ、うん。なるほど。
君はロマンチストなんだな。それほどでも。しかし僕はさっきからここにいるけど、残念ながら提灯らしきものは出てないな。ああ、そうか。そうだよね。ありがとう。うん。でも、もう少し待ってたら出るかもしれないよ。一緒に待つかい？なぬ？いや、それは遠慮しとく。そうか。お役に立てなくて残念だ。まあ、殺しちゃうからね、おきいえくんが。ああ、そっかそっかそっか。殺しちゃうよな。そう、殺すところを見られるわけにはいかんからね。やし、リヒターを殺すわけにもいかんからな。うん。このままここにいてくれるのがありがたいし、うん、映るんやったら自分から映る方がいいか。そうだね、リヒターが立ち去っちゃったら大変なことになっちゃう。もうちょっと話してみる。話せそうだね。ああ、そうだ。ところで君。すごい顔するじゃん。火は持っていないかい？あ、持ってるよ、ライター。火？タバコでも吸うのか？100円ライターでよければちょうど持ってるけど。おお、なるほど。ありがとう。それなら大丈夫だ。何が？いいのか？火がないとやばいの？何に必要なんやろ？うん。じゃあ僕は仕事に戻らせてもらうよ。君がここから去ったらね。え、なんか察しがいいなこの人。察しよすぎるよな。うん。見られてたらまずいのか？もちろん秘密の仕事だからね。ほうほうほう。まあ後つけられるわけにも。まあそうだな。探偵としちゃそうよね。情報を渡すことになるから。うんうん。つけられたくもないって感じか。じゃあ一回考えて立ち去ろうか。うん。こいつは貸し売りの人は関係なさそうだな。他へ行こう。なんかその力を感じるって言ってたからさ、貸し売り主同士は。あー、うんうんうん。呪霊見えるとか言ってたっけ、見えるとか言ってるから。もしずっとこの場所にいたなら、何かを目撃しているかもしれないが。この男とはあまり関わらない方がいい。いろいろと面倒くさそうな気がする。うん、何を、本当、何が本当で何が嘘か分かんないからね。うん、嘘うまそうやし。うん。さらっと立ち去るか。うん、セーブして、そうしよう。立ち去ろう。でも今後も関わっていきそうな感じするよな。ねえ、ちょこちょこいろんな場所で、あ、いや君また会ったねみたいな、また会ったねって、ありそう。お世話になりそう、うん、よろしくな。帰りした。帰りした。じゃあ南割下水通り行くしかないんかな。そうだね。あ、南割下水通り。嫌な BGM。 近づいていいんかな。まだいるな。他でも調べ尽くしたからな。そうだね。近づく。うん。近づいてみるか。近づこう。オッケー。えい。このまま待ってても仕方ない。行ってみよう。闇に飲み込まれないように気をつけろよ、大きい家。どこまで近づいていいのか。怖いよ。あ、めっちゃ暗くなっていってる。うん。いや、もう絶対ドーンって、ドーンってなる。ドーンって。飲まれてるぞ。ドーンって、な、何？思ったのと違う。しまった。なんだ？呪いの力じゃない。誰かに引っ張り込まれた。なるほど。くそ、出て。放り投げられたのか。ここは、建物の中。暗闇に紛れて襲う系の人がいたんだな。真っ暗闇だ。さっきの呪霊の暗闇か。何も見えない。あー。持ち物ないよな。あ、100円ライター持ってる。あるある。渡しないんか。そうそうそう、100円ライターあるなら大丈夫だって言われて、どういうことだってなったっていう。そうだ。さっきの100円ライターか。つけ。ぽ。よし、着いた。これで少しでも見えれば。ああ。ああ。何が。くそ、失敗か。明かりが少しでもあるとダメなのか。男の声、また男かよ。男ばっか。誰かいるな。貸し主か。しまった。逃げろ。逃げやっちまえ、起きえ。ああ。なにモブすぎる。なぜ、ポワー。
バイバイ。ちょっと待って、クソ雑魚すぎん。うん、すごい最弱だったな。逃げろって。弓岡より弱かったぞ。危なかった。貸し主の姿は見えなかったが、うまくやったみたいだ。姿形ちょっと確認しなくていいの？おお、すごい！うわ、 30% の再婚。31% になった。まあ、貸し主をやったってことか。うん。暗闇と明かりが呪いに関係していたということは、今のは消えずの暗闘だろうか。ぽいよね。なんか消えずの暗闘も、うん、そのずっと消えへんパターンと、うん、つけても消えるのパターンがあったから、うんうんうん、だからその明かりを調整できるというか、だからそんな感じなんやろな、まあ、あれじゃない、その暗闇バージョンだったじゃない、うん、暗闇バージョンというか、うん、闇に引きずり込むのが本間の力なんかな、はあ、何を条件で殺せたんだろうね、あっちの向こうは。確かにな、クソ雑魚は。本所七不思議の話と呪いの七不思議の話と呪いの条件には関連がある。これは今後のヒントになるかもな。うんうん。だから、消えずの暗闘やから、うん、その、明るさに関係した呪いなんじゃないかっていうのが推測できると。そうだね。で、明るくなったね。じゃあもうここに用はないって感じか。そうだね。場所移動するしかなくって。お、勝手になんか、ああ。100円ライターさ。うん。ならいいって言ってたのはさ、うん、なんか他にマッチとかやったら数本渡すみたいなことができたらもらってたんかな。あー、なんかその今回の一部始終とかを分かってて、うん、100円ライト回収せんかったとかさ、うん、っていうか多分こう消えずの暗闘に襲われる可能性があったから持っといた方がいいって、うん、君が火を持ってるんだったらそれでいいよみたいないうことなんよ。多分身を案じてるみたいなさ、うん、ここであったのも何かの縁みたいなさ思ってくれてたんかな。分かってるよな多分。あいついいやつだな。よし、この辺はもう回り終えたな。他の場所へ向かおう。これで裏切られたらめっちゃショック。最終的に戦うのは帰りした泣いちゃう。次はここ。まずさっきの南割下水通りの先にある緑町公園付近が津軽の太鼓。津軽の太鼓緑町公園にあるんだ。そこから北にあるバカ林の場所には今は駒形高校という学校があるらしい。あ、学校行くんか、やだな。この辺りか。学校いいな。いいんだ、やだな。いや実際に行くのは嫌やけど、うん、なんかこういうゲームとかでの学校はっていうのは結構好き。まあまあまあわかるけども、だって高校行ったら逆にさらに七不思議ありそうじゃん。あ、学校七不思議な。そうそうそう。本所七不思議プラス学校七不思議。うん、ありそうじゃん。ありそう。でもその中の一つが本所七不思議と関連してるとかも全然ありそう。うん、確かに。先じゃあ緑町公園行っていい？ああ、いいよ。OK。緑町公園。あ、おる、二人おる。お、ほんとだ。え、また男じゃね？男しかおらんくない？男や、やるか、私も。ちょっとじゃあ次、任せようかな。OK。七不思議。津軽の太鼓のある緑町公園に来た。あ、誰かいるぞ。二人いるからな。男が二人、中年男性と若い男が何か話してるようだ。貸し主の可能性は十分あるな。バレないように少し様子を見てみるか。距離があるから会話を聞き取るには集中ししばらく見てないとダメだな。なるほど。集中。はいはいはい。ああ、なるほどね。はあ、ミニゲームみたいなやつ？相手に見つかりそうになったらすぐ視線移動で木の裏に隠れよう。え？ちょっと待って。だから、どうなろう。ドラッグしながらの方が聞き取りやすかったりするんかな。うん、視線移動とかもさ。なるほど。だからこの二人が見えてる間は話聞き取れる。うん。あ、こういうこと。うんうんうん。うん、この辺りにいたらしいですけど、誰もいませんね、ボス。
結局オリオンじゃって気するけど。慌てなくてもいい。夜明けまでに何かしらの動きを見せるはずだ。俺中年やった方が良さそうやな。確かに。そうですかね。いや、それにしても七不思議が。ああ、そういうことね。このタイミングでか。あれ、今なんか後ろで物音。ああ、いや、大丈夫です。俺の気のせいでした。チラ。チラ。怪しすぎるやろ。でも、あんな道具で呪い殺したなんて、本当にそんなことができるんですかね。あんな道具でって言ってるってことは、こいつじゃないか。あれ、やっぱ後ろがちょっと気になるんで、ちょっと見てきます。見に来ないでください。やっぱ何もないか。この空気にビビってるんですかね、俺。ほらちょっとタイミングおっと、ごめんなさいね、そこの彼。ちょっと話聞かせてもらえます？騙されたおい、あかんやろ、これ。あ、イカチそうか。あんたら、警察か。警察か。警察か。でも、警察やからって持ってないとは、言い切れんから。まあ、確かに。ただ、警察が呪いの話してるんだ。そう見えないってよく言われます。驚かせたらごめんなさい。でも、銃、携えてるもんな。怖いね。撃ち殺されちゃう。大丈夫だと思うけど、職業柄話は聞いておかないといけないんでね。あ、本職は、本庁刑事課のエリオ・ジュンです。もう。若手刑事、エリオ・ジュン。ひらがなとカタカナに意味あんのかな？ねえ、なんか唇うんってして、どうしたで、こっちのおっかない顔のおじさんが、上官の堤哲夫警部。顔はおっかないですけど、こう見えてご当地もののお菓子には目がなくて、いや、かわいい系か、これを。あ、好きよ、こういう人。悪くねえ。うん。エリオ、余計なこと言うんじゃねえ。ベテラン警部、堤哲夫。哲夫ちゃん。人物リスト更新、一応見とくか。うん。うんうん、沖江翔吾が緑町公園で遭遇した刑事の渋い方。渋い方。堤哲夫ね。渋い方と若い方か。若い方。あ、爽やかな方。いや、イケメンですね。うん。爽やかイケメン。うんうんうん。なるほど。ただ、警察って聞くともう何人か殺しちゃってますからね、僕。そうね。問い詰められたら、ちょっとまずいな。うん。まず人物について軽く観察しとく？そうだね。刑事というと、こわもてなイメージがあるけど、また随分と爽やかなタイプもいるもんだな。うん、確かに。いかにもベテラン警部らしい凄みを感じさせる。しかし、さっきの探偵といい、この刑事といい、どうしてこんな日にそういうのばかり。そうよな、なんか調べ回ってるよな、お互いに、うん、呪いに、しかも呪いに関して。やっぱ何かしら七不思議と呪い、うん、動き出すっていうのももともと知ってたんかな。だし七不思議を利用しようとしてる人がいるっていうのをなんか分かってるというか、分かってるんかな。うん、なんか噂程度に収めとかんところは、うんうん、なんか理由はありそうよな、うん、どうせ七不思議なんてそんなオカルトな話さ、ね、わざわざ刑事とかが首突っ込む話じゃないと思うからさ。うん、不可解な事件とかが多かったとかそういうのがあるのかな。かな。考えてからちょっと話してみようか。うん、刑事か、まずいな。金絞り公園の遺体の件での捜査じゃないよな。やっぱそこが気になるよね。いや、さすがにまだ大丈夫だろ。それに呪いが刑事的な証拠になるわけがない、うん、自分でも意外なほど落ち着いてる。慌てずに冷静に対応していこう。もう慣れてる、手慣れてる感じになっちゃってる。だからなんか慌てず返事しないと疑われるってことやな、うん、あー、オッケー、うん、冷静な受け答えが大事ね。冷静な受け答え、うん。じゃあ、じゅんちゃん。じゃあ、まずは、住所、氏名や身元を証明できるものがあったら見せてもらえます？持ってんの？大きい家。持ってんのか？うん。大丈夫だ。ここはおとなしく従った方がいいだろう。これら、呪詛だ。
へえ、飛白石鹸さんに勤めてるの？最近すごく景気良さそうじゃないですか。へえ、景気いいんだ。へえ。いや、俺は別に、新米の平社員なんで。飛白さんの新しいトリートメント、すごく馴染んでいい感じなんですよね。俺も愛用してますよ。ありがとうございます。エリオ、お前、トリートメントなんて使ってんのか？ああ、おしゃれ男子。ボス、今時は男性もそれくらいしないとダメなんですよ。ですよね、おきいえさん。ちょっと、かわいいな。むっとしてんの。口むってしてんのかわいいな。やばい、好き、ちょっと。ああ、そうですね。今、男性用化粧品なんかもありますから。名前忘れちゃったこの人、誰だっけ？つ、つみ？あ、鉄夫ちゃんだ。鉄夫。そうだ、つつみ鉄夫ちゃん。そうなのかよ。なんて時代だ。かわいい。ごめんなさいね。ボスは全身を一つの石鹸で洗うのがかっこいいと思ってる野生児なんで。いや、かわいいとこあるやんけ。かわいい。鉄夫ちゃん。思ってねえよ。別にどうでもいいってだけだ。いえ、全身用に使える石鹸もありますよ。やっぱりそういう需要もありますんで。ああ、我見ろエリオ。そういうのだよ。そういうのをもっと出せよ。かわいい。ああ、鉄夫ちゃん。めちゃくちゃ食いついてるじゃないですか。いや、いいな、ここのコンビ。このコンビいいな。かわいい。続けてじゃあ話していこう。それで、沖家さんはここで何をしてたんですか？ギク。実は。怖いもの見たさでちょっと七不思議よ。あ。七不思議の探索をしていて。あ、刑事様、本所七不思議ってご存知ですか？七不思議の話聞いたらちょっとふんってなっちゃったな、口。顔色変わったな。うん。ええ、知ってますよ、本所七不思議。ちょうど、今ちょうど我々もそんな話をしてまして。知り合いの女の子がそういうのを好きで、話を聞いてるうちに興味を持ったんです。なるほど。確かにここにも伝わってます、確かにここにも伝わってますしね。緑町公園の不思議は、津軽の太鼓。ああ、津軽の太鼓だよね。うん。はい。ああ、そうだそうだ、津軽の太鼓。この辺一体津軽家の武家屋敷だったんですよね。それで、こんな時間に街を徘徊したってわけか。なんでずっとその、んって口なの？うんって顔すんねやろな。かわいい。あ、かっこいい。何か収穫あったか？え、かわいいとかっこいいのギャップを持ち合わせている。もう、どうしよう。いえ、さすがに何も。こっちも話の盾になるかなって程度なので。惜しい。なるほどね。事情はわかりました。お話ありがとうございました。では夜も遅いんで早めに帰ってくださいね。あ、もういいんだ。いいのか。まだ話しそうな感じするけどな、まあ、そうだね。あれ、どうかしました？もう行ってもいいですよ。ああここで引く。もっと粘る。ああ、なに、殺そうとしてる。ちょっと粘ってみる。あっちから立ち去るの待ってるとか。あー、いや、なんかもうちょっと話聞きたいな感はある。まあね。いえ、本庁の刑事さんが来てるってことは、ここで何か大きな事件でもあったんですか？まあ刑事課の刑事なんで、そりゃ何かしら事件は関係してますけど。大丈夫です。市民の皆さんに危険はありませんから。我々はまだ確認したいことがあるので、もうしばらくここに残りますが、ご心配なく。立ち去ってはくれたそうだね。うん。しばらく残るか。これはダメだな。ここらが潮時だろう。やっぱりワンちゃん殺そうとしてただろう。いや、逆に津軽の太鼓の貸り主を探したいとかあったんじゃないの？ああ、それもそうか、うん、ああ、そうですね。それじゃあ俺は失礼します。はい、お気をつけて。こっちは最後だね。でもそう、うん、鉄夫ちゃん。うん、用は済んだぜ。さっさと帰りな。ああ、ダメか。ああ、無理か。終わりね。また一回考えよ。
正直どちらかが貸主である可能性は高いように思うが、立ち去らせるのも難しそうだし、これ以上怪しまれる前に他の場所に向かうか。やっぱ殺そうとしてるじゃないか。うん、場所移動。いや、この二人はやめてほしいな。うん、生きててほしい。鉄夫ちゃんには生きててほしいな。行くとしたら、ね、駒形高校しかないと。行こう。駒形高校正門前。駒形高校の前に来た。なんか女子高生とか出てこないかな。出てこないかな。出てきてほしいな。ねえ。秘密、オカルト好きな女子高生。お。あると思います。いいと思います。ここには。お、来ちゃー。あ、人。誰？え？あ、なんだ。お。いったー。どういう人？おー、かわいい。あ、ごめんなさい。大丈夫ですか？あ、大丈夫だけど、君、今そこの校門乗り越えてきた？おお。校舎、体育館、いろいろ調べられるけど。先周囲。この学校は、バカ林に遭遇した、藩主の、下屋敷の下屋敷の跡地に当たるらしい。はいはいはい。現在は住宅街の中心になるため、周囲は静まり返っている。更新、資料。ちょっと一回全部周り見てからにしようか、うん。大きな体育館が静かにそびえ立っている。暗いとやたら威圧感があるな。うん、学校は怖いよ。校門は閉ざされているが、乗り越えるのは簡単そうだ。そんな学校に何しに来てたのよって話だけど。ね。奥に本校舎が見える。この子は学校の中にいたのか？この子も七不思議見に来たのかな？追ってんのかな？女学生？制服を着た女学生が校門乗り越えてきた。ここの生徒だろうか？なんでそんな舐め回すように見るの？上から下まで。あれ？この子が手に隠し持っているもの。間違いない。これは呪詛玉。かしり主。殺しちゃうの？この子も？この子、かしり主だ。ああ。ふーん。戦うんですね。ああ。駒形高校。男女共学の都立高等学校で生徒数632人。略称は駒高。設立は1943年で、本所第一中学校として開校し、後の学生改革で、駒形高等学校に改称した。教育目標として、隅田の名前、頭文字を取り、健やかなる心、未来を担う器、妥協なき精神の3つを掲げているが、実践されているとは言い難く、不良生徒に悩まされている。あら。そのためか、教師や事務員の減少も問題となっており、臨時職員で賄っているのが実態のようだ。都内住宅地に位置し、敷地が狭めなため、運動部は振るわないが、伝統文化研究部では地元の資料館と協力して、会報を作るなど、実績を残している。なるほど。なるほどね。で、君は？走り主ちゃん。どうしたの？こんな時間に学校で何を？ごめんなさい。私急いでるんで、ここで失礼します。これさ、誰を生かすとかもあんのかな？生かしたり殺したりができるんじゃないのかな。スルーしてみる？呪詛講師。する？どうしたいかは任せるわ。もうちょっと一回セーブして。呪詛講師するかせえへんか。一回スルーしてみるわ、じゃあ。うん。えい。あ、ま。あ、まだ使える。え、あ。使ってない。
逃れられへんってこと。おい、大きい、私何もしてないよ。わあ、すごい死に方。やだ。大きい絵？36%だった。いっぱいくれたけど、私使ってないよ。ねえ。67、今。問答無用じゃん。殺した。よし。貸し練習をやったぞ。いける。この調子なら。大きい絵。あと、どのくらいあれば、一人か二人か。いや、もう止められへんくなってんやろな。うん。大きい家正午午前3時台。よし、次だ。ちょっと楽しくなってきちゃってるんじゃない？まず、両国橋の手前あたりで、ここが片刃の足で。こっち。そして、隅田川沿いにある旧安田庭園が、落ち葉なきシーカ。ついに隅田川まで来たな。はあ。さあ、どこに行きましょうか。まあ、近い方から行こうかなと思ったけど。まあ、どっちからでも良さそうな感じはする。うん。まあ、じゃあ、こっちから。隅田川、旧安田庭園。落ち葉なきシー。あ、なんかイベントありそうな BGM 止まり方。旧安田庭、庭園内。うん。何やら最近ここで事件があったようで、入り口が封鎖されていたが、この時間は特に見張りもなく、侵入は容易だった。が。が。が。おぉ。おぉ、結構、見回せる。まあ、一瞬。うん、わぁ、おる！うわぁ！人おるー。